おはようございます。釣り子 TV です。2019年も続々と新作のワームね、いろんなメーカーから出ておりますが、これねずーっとちょっと気になっていて、出たら買いたいなーなんて思っていた今活のフラットヘッドゴビーね、ちょっとね平たい感じのねこんなワームなんですけども、ギルっぽいかな、ね、ギルパターンに効きそうじゃないかななんていうことで、出たらね買いたいなと思っていたところ買うことができました。で価格がねこれね800円ね、800円で売ってましたよ。じゃあね早速どんなワームなのか開封して見ていきたいと思います。まあ裏に説明書きとかはないので、あここね一回ちょっと開けて、はいこんな感じね。そんなにすごいね匂いがあるって感じではないかな。開けてね全然臭くはないですね。でこういう感じのね形が崩れないようなブリスターパッケージに入っております。でこれね結構ねさりげなくねこういう感じで入ってるんですけど、おかっぱりの時とかねこの状態でポケットとかに入れてね適当に持っていけるからね、結構このパッケージね便利なんですよね。で簡単にパコッと開きますよということで、ブリスターパッケージから出して、はいこんな感じねえ。おー結構ね手にずっしりときますね。こう上から見た見た目以上にこの横幅が非常にね太い。これによってね結構ねボディ自体のね自重結構ずっしり手元にきますよ。でアンクルテールがついていて、こうね触手のようなこう手が左右についておりまして、これによって結構ピラピラ動きそうですね。でこのリブ、これがね写真ではイメージしづらかったんですけど、結構ねこのねリブがね深めなんですよね。かといってだれるような柔らかさがあるっていうわけではない。結構ね肉厚な分そんなに柔らかくはないんだけども、このすごいね結構なんだろう深めのリブがねしなやかさね、厚いんだけどしなやかで全体の質感としては結構柔らかめ。なんかね独特なバランスですね。硬いっていうわけではないんだけど、ボディのそうですね形によって張りを出して、でも食い込みがいいように、あとは食感がいいようにっていうね思惑もあるのかもしれないんですけども、このちょっとディープなリブが面白いね。なんだろうほんとねなんかありそうでねなかった感じ。もっとねギル系ワームつるんとしたねデザインのワームが多いので、このなんだろうずっしりとした感じで各所は結構面白い動きをしてくれそうで、ということでどんな感じで使うのかなって今活のホームページとかね見てきたら、推奨は基本は脳進化リグねで使う。で、回転しながらスパイラルフォールとかもしかしたらするっていうことで、スイベル付きのフックにつけてノーシンカーリグで使うのがおすすめだよなんていう風に書いてあったのと、でライトテキサス良さそうですよね。重りが先行でストーンって自分の場合多分シンカーストッパーはつけないでストーンって先に重り生かして、で多分この形状だからいい感じでこうスパイラルフォールとかなんかビラビラビラってね吹き規則な感じで落ちていってくれるんじゃないかな、そんな使い方したいなっていうことで、ライトテキサスにはバッチリそうですね。で、最近流行りのフリーリグとか、あとリーダーレスダウンショットでもね、面白そうですね。これでつるんと入るようなちょっと細身のシンカーでリーダーレスダウンショットにして、なんだろう、ちょっとした薄ゴミのカバーにつるりんってね、このボディ自体も結構重さを感じるので、そうですね、最初なんだろう、先端だけこう入ればツリッツリッツルルルって入ってくれそうなので、ちょっと軽めのシンカーで合わせたリーダーレスダウンショット、それで、岸際のちょっとしたカバーをテンポよく打っていく、そんな感じの釣りでも使ってみたいなと。あとは、ね、このテールがプリプリとね効いてくれそうだから、でこのボディ自体も重いから、これでラバージグのトレーラーにしてジグストの釣りとかにもね、説明書きの、まあなんだろう、ブログとかで読んでいて、このボディの厚みによってそんなに不意にこれ以上反らないでほしいっていうほど、なんていうかこうボディが反らないみたいな風に書いてあったので、まあなんだろう、ジグストのバン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 ってこう連続なアクションを入れて、あんまりね柔らかいとね、フックにこう曲がってボディが引っかかってなんか団子みたいになってアクションしないとかが あったりするんですけど、これだけ張りがあれば、うん、結構どうだろう、使いやすいんじゃないかななんていう風に触ってる感じだと感じます。じゃあね、ちょっと重さの方もさっきから重い重いって言ってるんだけどね、実際にどれぐらいのボディ自重なのか、これね、今活の新しいフラットヘッド5尾ね、これの重さも測っておきたいと思います。何グラムでしょうか。おお、14グラムぴったりね。これね、確かね、事前にちょっとねネットとかで調べて、確か 14g ぐらいだよって書いてあったんだけど、本当にねピタッと 14g で決まりましたね。で、数はね、そうだね、4つ入りね、4つ入り800円で1個 14g っていうことで、ちなみにねこのカラー、いい感じの色味ですけども、ダークレバーっていうことで、大好きなレバーカラーで、しかもねダークってこと、ちょっとね濃いレバーっていう感じなんですね。で、重さは 14g ということなんで、まあ、これで例えばもうね2分の1オンスの例えばラバージグにセットして、ジグストなんかした日には、まあおよそ 30g ぐらいの塊になりますからね、そのぐらいのなんかちょっと重めのものがグッグッグッってね水を押す、これがね結構効いてくるんじゃないかななんてね思いますので、まあライトテキサスと、あとはジグトレーラーでまずは使ってみつつ、ちょっとねこうふわーっと落ちるものに反応が良くなってくるシーズンとかは、まあね推奨のノーシンカーリグでもぜひね試してみたいななんていう風に感じます。まあ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 、こんな感じのワームということで、今年もね結構いろんなメーカーからギルパターンにちょうどいいんじゃないかなみたいな、ワームね、例えばディスタイルからはトラスターとかね、新しいの結構出てきてますからね。で、各メーカー、例えばそうですねドライブ SS ギルなんかももしかしたら、サイズ展開ね、いろんな大きさとか、出てくるかもしれませんので、そこら辺も追いかけつつ、こういうね新しいねギル食いバスにいいんじゃないかな、こういったねワームをねどんどん積極的に投入して、そのどんな感じだよなんてお伝えしていければななんて思います。本日はねちょっとね買ってきてまだちょっと釣りに行けないので、どんな感じのワームだよという手元でね開封動画という感じなんですけども、まあぜひですねこの動画いいなって思った人はいいねボタンお願いいたします。またチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は今活の2019年新しいワームですね、新作ルアーフラットヘッド5尾、これのダークレバーね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子TVでした。